まあ職人の技だよな。一番問題はね、うん、これ硬いでしょ、はいはいはい、こっち柔らかいでしょ、うん、あのこの辺が溶けないんですよ。うーん、こうやって一回ここで止めてあげないと、うんうんうん、これが降りたところで、あ、なるほど、あの抜く時も一緒なんですよ。あ、だから抜く時もそれできない人が、はいはい、あのやらない人がほとんどだから、うん、あのつき、あんまりしっかりついてなかった。それでつかないのね、際がね、うんうん、だからちょっとこういった時はね、うん、ここを、うん、あのしっかり圧着しといてやんないと、うん、あの、ああそういうことですね、木からポンって降りた時こうクッションのフェルトが、うん、その分あの柔らかいからね、うん、溶けないんでね、はいはい、これで突きが悪くなったりしますから、うんうん、で今の子はね、うん、もういきなりこういうことやらせてもらわないとね、気にないんですよ、うん、そうかそうか、うん、だから絨毯つなぐのができるくせにグリッパーが当てなくてね、壁叩いちゃって、幅き叩いちゃって、今コンクリートの床なんか直さない。そうだよね、振り上げて強く叩くからね。